完全版、もしクマと遭遇したら。状況別、クマと遭遇した時の対処法。クマと遭遇した時の対処法、長距離編。長距離の距離とは、定義が難しいのでここでは100メートルを長距離として話します。長距離でクマと遭遇した場合の対処法は、基本平和的解決です。クマがこっちに気づいていない場合、クマがこっちに気づいていない場合は、静かにクマから離れていきましょう。クマがこっちに気づいているが動きがない場合、クマを見ながら、なるべく音を立てないで慎重に、ゆっくりとクマから離れていきましょう。クマがこっちに向かって歩いてきた場合、クマの様子を見ながらゆっくりとクマから離れましょう。それでもクマがこっちに向かってきて、距離が縮まってきた場合は、岩や倒木の上に立ってタオルを振って、人間を大きく見せる。クマも得体の知れない動物と戦うリスクは避けるので、大体はこの方法でクマは去っていくか、立ち止まります。やってはいけないこと、その1、背を向けて走って逃げる。どれだけ足の速さに自信があっても無謀です。クマは時速 40km 以上のスピードで走れます。まして足場の悪い場所だと、一瞬で追いつかれます。やってはいけないこと、その2、死んだふりをする。昔からクマに遭遇したら死んだふりをしろと言いますが、やめましょう。本当に死にます。状況的に長距離の場合でも走って逃げたらダメなんだね。特に背を向けて走って逃げるとクマを刺激することになるからね。例外で10メートル先に止めてる車に逃げ込めるとかなら走ってもいいかもしれないけどね。クマと遭遇した時の対処法、中距離編。約50メートルの中距離でクマと遭遇した場合、クマがこっちに気づいていない場合、クマを見ながらゆっくりと離れましょう。離れながらクマが来たら、すぐにクマスプレーを噴射できる用意はしておきます。クマがこっちに気づいているが動きがない場合、倒木や岩でクマから身を隠しながらゆっくりとクマから離れる。間に障害物があることによってクマが突進してきた時に時間が稼げるのと、障害物で気配を消すことで関心をそらすことができる。クマがこっちに向かって歩いてきた場合、恐怖で固まるか頭の中が真っ白になるかもしれません。ですがこの場面こそ冷静になることが大事です。クマが人を意識して歩いてきたら逃げることはほぼ不可能です。このような状況になったら準備をしましょう。クマスプレーを持っていたら噴射の準備をします。持っていなかったらタオルやリュックを振り自分を大きく見せる。こちらが強気に出ることでほとんどの場合はクマの方から離れていきます。やってはいけないこと、その3、石を投げる。石が当たってもクマはほぼノーダメージです。逆にクマを刺激してしまうのでやめましょう。やってはいけないこと、その4、歩きながら物を食べる。クマの嗅覚は人間の500倍あり、犬よりも優れています。食べ物を出すとクマに襲われる確率がぐんと上がります。誰もができるわけではないので特殊だと思われるかもしれませんが、実際に行われているクマ撃退法を紹介します。プロの野生動物写真家が実際にやっている撃退法。こっちに向かってくるクマがいたら本能的に逃げたくなるが、決して逃げてはいけない。クマの突進のほとんどがハッタリ行動です。これをブラフチャージと言います。対処の方法はまず、突進してくるクマに大声を出す。そして大声を出しながら逆にクマを追いかける。追いかけられると逃げる本能を利用して、こちらが追いかける立場になって追いかけるとクマは逃げ出します。逆にクマを追いかけて追い払う発想は面白いけど、実際には怖くて絶対にできないでしょう。実際にやってる人がいるから絶対にできないとは言えないけど、難しいでしょうね。あくまで数ある対処法の中の一つで、おすすめしているわけではありません。どれほど効果的なのかは正直わからないです。クマと遭遇した時の対処法、近距離編。20メートル以内の近距離は非常に危険な状況です。中長距離とは比べ物にならないほど命の危険性が高くなります。クマがこっちに気づいているが動きがない場合、まずクマスプレーをすぐ噴射できる準備をする。そしてクマを見ながらゆっくりと離れる。後ずさりしてクマが追ってこず、
そのまま逃げることができればラッキーです。クマがこっちに向かってきた場合、クマスプレーも準備して、クマがついてきた場合にやることは、クマが追ってきたらまず逃げれません。泣いても土下座してもクマは見逃してくれません。戦う強い覚悟を持ちましょう。覚悟ができたら、あとは冷静に戦いましょう。3から5メートルまで近づいてきたら、クマの目と鼻を狙ってクマスプレーを一気に全量を噴射します。この時ばかりは節約やもったいない精神は捨てて、一気に全量噴射することが大事です。クマスプレーを持っていない場合、丈夫で長さのある木の棒を探しましょう。叩いてもダメージを与えることは難しいので、つきます。ついて少しでも間合いを取ります。クマの目か鼻をつくのが理想です。クマに襲われてしまった場合、クマスプレーが効かない、もしくは急に襲われた場合、うつ伏せになって首を隠して急所を守る。公式でのクマの対処法でこの防御方法を推奨されていますが、この方法で助かったという話は聞いたことがないです。文句を言う人、クマと戦って勝てるわけねえだろと自分の思い込みだけで片付ける人も稀にいますが、勝敗のある格闘技やスポーツと勘違いしてるのかもしれません。クマと戦って命が助かった事例はたくさんあります。 100% 助かるわけではないですが、鼻から諦めてボコられて死ぬくらいなら戦う価値は十分あります。やってはいけないこと、その後リュックや荷物を投げる。一見クマの気を引くのに良さそうですが、興奮しているクマはリュックに目もくれず人間を襲う可能性が高いです。やってはいけないこと、その6、子グマに近づいたり撮影をする。海外の事故で多いパターンです。近くに必ず母グマがいると思って間違いなく、この時の母グマの攻撃性は手に負えません。この状況になるともうなすすべはありません。ちょっと近距離で遭遇したら恐ろしすぎるよ。確かに接近すればするほど命の危険性が上がるからね。だけど出会った時に後悔とか諦めなんて全く必要なくて、助かる可能性ある行動をするのみです。そもそもクマと遭遇したくないよ。それはごもっともです。次回の動画では遭遇しないようにするにはどうすればいいのかを紹介します。助かる可能性が少しでも上がるように対処法を知っていて損はありません。いざという時、諦めずに最後まで戦いましょう。クマと遭遇しないための対策アイテムの紹介。その1、クマ鈴、トレッキングベル。クマを避けるための道具です。クマと遭遇してからでは効果ありません。リュックやベルトにつけて常に音が鳴るようにしておきましょう。その2、ホイッスル。見通しの悪い道を歩く前に吹くとクマを遠ざける効果があります。その3、ラジオ。その場で作業をしたり休憩を取るときにラジオを流すとクマに人がいることを察知させる効果がある。皆様がクマと遭遇しないことを祈って、動画は以上となります。